福山巣の壺畑福山図は、鹿児島県霧島市福山町及び早戸町で製造されている黒酢、壺酢とも呼ばれる。鹿児島の壺作り黒酢として、2015年に農林水産省の地理的表示として登録された。屋外に並べた壺の中で発酵、熟成させる独特な製法が特徴となっている。本庁食感や、中涼満録によれば、泉国から、 大隅国に伝わったイズミスが大元のルーツと考えられる。江戸時代後期に福山の商人である竹下松兵衛が旅先の日置地方で製造されていた色付け図のことを知り、文政三年内市文化二年に大規模な製造を始めたとされている。当時の福山は以下のような特徴があり、米図の生産に適した条件が揃っていた。生産量は 年間30国、2代目、松米の第2は150国に達し、生産業者も増えていった。当初は松米スと呼ばれ、消費地は沿岸地域や岩川方面のみであった。明治元年頃には、福山一帯の生産者は35件、生産量は年間300国、醸造用の壺の数は1万本にも及んだとされる。百八十一年に開催された、 内国官業百覧会に出品され、この頃から福山津と呼ばれるようになった。その後、製造業者が乱立し加藤競争となったため1911年に福山津製造組合が設立された。第二次世界大戦中は、原料米の供給が途絶して一軒の業者が、サツマイモを原料として、代替製造を行うのみとなったが1965年頃から、 再評価が進んで生産が回復し、1975年から黒酢と呼ばれるようになった。2010年代における生産量は年間1500キロリットルとなっている。多くの壺が並べられた場所は、壺畑と呼ばれる日当たりの良い屋外に置いた、薩摩焼きの三壺、胴回り40センチメートル、合計14センチメートル、 高さ6 2トルに、カキの原料を入れて仕込む。仕込みは、春秋の2回行われ、大手メーカーでは、年間1万本以上を生産する。伝統的製法では、壺の洗浄は洗剤を使用せず、水のみで行われ、内壁に付着した、酢酸菌や乳酸菌が失われないようにされている。原料投入は、米麹蒸し米水。 乾燥老工事の順に行われ、酢酸菌の好奇的発酵を促すために満水に、せず水面の面積を広く取り、壺の口には紙をかぶせた上に、雨よけの蓋をする。最後に振りかけた老工事は数日で菌糸が成長して、内蓋のような構造となり、雑菌の侵入を防ぐとともに、もろみとなった、内容物のアルコール発酵を適度に抑制して、 作酸発酵を妨げないようにする役割を果たす。仕込みから1から2ヶ月の間は、虫米のデンプンが分解されて、ドウ糖となる糖化及びそのドウ糖がアルコールに変わる、アルコール発酵が並行して進む。また、この間に、麹の働きで、米のタンパク質が分解されて、全窒素量が急速に増加する。山膜酵母の発生によるコンタミネーションを、 回避するためアルコール発酵から、酢酸発酵への移行期は特に注意が払われ、緩やかな酸度上昇とともに液面には、乳酸菌の膜が形成され、老酵時が沈殿していく。酢酸発酵までにはおよそ、半年を要し、グルコノアセトバクターキシリナスヤバチルス、アミロリケファシエンスのような高気性の菌が、もろみ表面で酢酸を消化して、 バクテリアセルロースを生成することを防ぐため、もろみを、壺の細い口部分まで満たす、壺寄せが、この時期に行われる。また、もしも、筋膜が発生した場合は、竹の枝で取り除かれる。壺寄せ後に半年から3年ほど熟成が進められて、内容ものは、メーラード反応によって、琥珀色になり、圧搾ろ過、酸度調整。 殺菌が行われた後に容器に詰められて出荷される。一般的な巣と比較すると、牡蠣のような特徴がある。地理的表示における、鹿児島の壺作り黒酢の要件としては、牡蠣の5項目がある。酸度が4.2%以上着色度が0.30。 以上全窒素量が0.12%以上全、窒素中のホルモール窒素の含有比率が50%以上、醤油試験法において直接還元糖が0.30%以下。ありがとうございます。